気になっているニュースについて、記事についてというふうに気になった記事ですね。気になった記事なんですが、ついてやってみたいと思います。書いてみたいと思います。音声レビューを入れてみたいと思うんですが、そうですね、気になった記事ですが、気になった記事ですね。まあ、Yahoo アクセスランキングとかいろいろあるので、それぞれでまたタイトルをつけるのも難しいかなと思ったので、気になった記事についてということでやってみたいと思うんですが、ちなみに今日ですね、日付だけは言っとかなきゃいけないですが、今日ですね、やってみたいと思います。で、まあ、一応音声ではどこからの記事なのかというのは入れてみたいと思うんですが、Yahoo アクセスランキング経済の3番目ですね。Mac 大相撲検証継続、中継中止でも広告でなく応援というふうにあるんですが、なんかちょっと意味がわからない。マックは昨年3月から懸賞を出し始めた。昨年5月場所でそれぞれ50本出した。評判が良かった。括弧広報の広報ため、今年から懸賞を1場所あたり100本増、倍増しており、名古屋場所でも同数出す予定だというふうに書いてあります。懸賞は1本6万円で、うち5000円を手数料として、相撲協会の取り分となる。永谷園などは相次ぐ不祥事によるイメージダウンを受け、すでに中止を決定というふうに書いてあるんですが、マクドナルドがやるの、でもダイジェスト、これは、野球賭博問題を受け、NHK が名古屋場所の生中継を中止を決めたのに、大口スポンサーの医者である日本マクドナルドホールディングスは、2010年7月7日、同場所で、検証を継続する 方針を明らかにしたというふうに書いてあります。長期的に、大相撲というファンの多い国技をサッカーワールドカップや五輪などと同様に長期的に応援したい広報としているというふうに書いてあるんですが、テレビで放送されないんだったらあんまり効果はないのかなと思いました。そうですね。あとは気になる記事なんですが、あとは、2010年の7月7日、Yahoo アクセスランキングテクノロジー1番目、レノボ会長、アップルが中国を注視というんでしょうか、してないのは幸運と発言という記事ですね。これはスクロールして、これは注力ではなくて注意、なんて読むのか Google で検索してみたいんですが、注力というふうに書いてありましたが、
そうですね、まあ、気になった記事は、あとは東大国立天文台グループ共同開発のスパコン電力あたりの性能ランクで世界一にというふうな記事が出ているんですが、1ワットあたり100、1ワットあたり815メガフロップスというんでしょうか、フリップスの処理性能、現在世界最高速のシステム、なんとかのシステム、こうですね、3倍の電力の性能を達成したというふうに出ているんですが、で、文章の最後には今後は今年度中にさらに50%程度の電力あたり性能向上を目指すとするというふうに書いてありましたが、そうですね。動画で見ているんですけども、過去に、バンディカムで撮った動画でタイトルを付け忘れてしまったんで、今つけてみたいと思うんですが、これですね。動画大体1つの動画で1つのテーマと見たいんですが、ビジョンに動画投稿する間、なんとかタイトルをつけることができました。ですね。で、また YouTube の方にアップロード、動画アップロードしようと思うんですが、なかなかアップロードが完了しないですね。今アップロードしたばかりなんで、そんなこと言ってもしょうがないんですが、一度ここで聞きたいと思います。